ようこそ NCF TV へ。世界で一番脱炭素に熱い男、雄大です。今日はこのニュースで参りたいというふうに思います。トヨタサプライヤーに脱炭素を要求。先般トヨタの決算をまあご報告、このチャンネルでもさせていただきましたが、その中でトヨタはぐっと脱炭素路線にアクセルを踏んできた感があるというですね、まあ分析をさせていただきました。でですね、その文脈でやはりというニュースが今回、まあ、日経新聞の報道で出てきました。トヨタといえば、トヨタ生産方式で厳格な部品管理と密なサプライヤーとの関係構築というところが特徴ですが、そのサプライヤーに対して脱炭素要求をしていくという内容です。さて、このサプライヤーへの脱炭素要求、こうした流れは、まあ、欧米ではですね、トレンドとなってきていること、そして、それがまあ、ドミノ倒しのようにですね、波及していくことは、このチャンネルでもですね、たびたび扱ってきました。わかりやすいところでですね、まあ、動画で扱ったところで言うと、まあ、アップルのですね、サプライヤーへの脱炭素要求、まあ、ここになるかなというふうに思います。で、そのサプライヤーには、まあ、例えばですね、ソニーなどがもう含まれるわけですが、今やそのソニーも今年に入って、ソニーのサプライヤーに対して脱炭素要求をするようになりました。まあ、このようにですね、確実にドミノは起きています。さて、トヨタのサプライヤーは一次取引先から、まあ、その先の二次、三次メーカーまで含めると、まあ、3万ものサプライヤーが繋がっているというふうに言われています。まあ、ここにですね、将来的には波及していくわけですから、なかなかですよね、この要求。ということで今日は1位。今回のトヨタのサプライヤーへの脱炭素要求、こちらをですね、簡単にご説明した上で、2位。トヨタの主要サプライヤー7社が、まあ、何気にですね、ちゃんと準備をしていたところがあるというところ、これがあるので、順々にここをご紹介し、そして3、北米市場での EV 生産のニュースもトヨタ、こちら飛び込んできましたので、こちらも合わせてご紹介していきたいというふうに思います。それでは参りましょう。1位、トヨタの、今回のですね、サプライヤーへの脱炭素要求、こちらのご紹介からです。今回ですね、報道で出た中身というのは、トヨタが直接取引をする世界の主要部品メーカーに対して、2021年の CO2 排出量を、まあ、前年比3% 減らすよう求めたというもの。つまり、まあ、2020年から 3% 今年は減らしてねということです。 CO2 排出を。で、先日の決算の時にも触れましたが、トヨタはですね、カーボンニュートラルにフルコミットであるとしつつ、単に EV 化を進めればいいというものではないと説明。トヨタは車の製造、輸送、走行、充電給油、排気リサイクル、ここまでカーボンニュートラルをやって、初めてカーボンニュートラルにコミットしたと言えるというような姿勢、こちらをですね打ち出していました。今回のサプライチェーンの脱炭素化は、まさにですね、この製造部門にメスを入れるというもの。まあ、決算でですね、発表をしたからには、何かしら発表が出てくるだろうと私思ってはいたんですが、やはり出てきましたし、思ったより早かった。今回脱炭素を求めた先は、一次取引先の300から400社とのこと。もちろんですね、部品の種類により例外はあるものの、削減目標はおおむね 3% としたということです。で、今回のポイントはですね、まあ、2021年度で前年比 3% なわけです。つまり、1カ年目標なんですね。まあ、3% と聞くと、まあ、昨今のですね、まあ、日本のですよ、2030年まで 46% 温室効果ガス削減とかですね、それからその他のカーボンニュートラル系の発表に比べると、少なくないと思われた方、まあ、いらっしゃるかもしれませんが、この1年目標というのがミソ。これをですね、どんどん続けていくと、まあ、累乗になっていくわけですが、2030年では約ですね、26% 減になるわけです。で、車のですね、製造業で 25% を超える脱炭素を、まあ、サプライチェーンに課すということは、まあ、ですね、これ結構高い目標の方に入ってくるんじゃないかなというふうに思います。で、かつですね、単年の目標にしたことで、今後進捗を、まあ、見ては、可能性が可能になってくるわけです。まあ、3% だったの、例えば、どっかのために 4% とかしちゃえば、そこでグッと上がるわけですよね。で、まあ、脱炭素の取り組みはですね、大抵ですね、目標が上方修正、そして期限が前倒しになることが、まあ今ですね、まあ傾向として多いわけですよ。それに鑑みればですね、スタートの初年度に逆に 3% 削減を求めたというのは、むしろ確実にですね、ステップを最低限歩むことを規定した結構厳しい目標です。先送りできない課題として突きつけたわけですよ。2030年目標とかしてしまうと、まあいつかやればいいってなってしまいますけども、もう今年からやるということですからね。ちなみに、日本政府の目標は2013年比で2030年 46% 削減が目標です。実はですね、3% 減を累乗していくと、まあ、4割強のですね、温室効果ガスが低減になるということなんですね。もしかしたら2013から2030年で 3% ずっとやり続けたらそうなるっていう数字になるわけですよ。で、このですね、なので、トヨタの掲げている 3% 単年度でという数字は、実は日本政府の掲げている数字をですね、単年度にならした場合のスピード感とも変わらない格好になります。日本政府のですね、46%
10% 減は、まあ、かなり衝撃のある数字発表でしたけれども、今回のトヨタの発表も、自動車製造というところにおける脱炭素のスピードとしては、堅実な数値であると、まあ、このようにですね、評価することができるかなと思います。しかもですね、ゆくゆくは、3万ものですね、サプライチェーンの企業群にこちらが広がっていくことを考えれば、この影響はですね、計り知れません。なおですね、報道によれば、ホンダもですね、2日、主要部品会社に排出削減目標を、まあ、この秋までに示すと伝えたとのことであり、この動きはですね、まあ、トヨタが範を示したことで、他の自動車企業にも波及するというふうに思われます。しかもですね、トヨタがやった、ソニーもやったということですから、これはですね、他の業態も見習い始めること必至。となると、日本全体に波及するようになるというところも見えてきます。かつ、金融セクターも、この前 MUFG グループがですね、先日お伝えしたように、投融資ポートフォリオの脱炭素を決めました。サプライチェーンの上から圧力が来るわ、金融からも圧力が来るわ、これはですね、まあ日本全体でのですね、脱炭素と、まあ進展がですね、期待できる措置が整ってきた感がありますよね。で、じゃあこれ事前の準備なくこんなことを発表したのかというと、やはりそこはトヨタ自公会会長としての発言は脱炭素に水をかけるようなトーン、これがですねありましたけれども、実際にはですねしたたかに水面下で調整を進めていたのでしょう。ということで2、トヨタの主要サプライヤー7社が何気にちゃんと準備をしていたというところですね。ここについて順々にご紹介していきたいというふうに思います。トヨタの主要サプライヤー7社といえばこの7つです。売上が大きい順に、デンソー愛信、トヨタ自動織機、トヨタ紡織、J テクト、トヨタ合成、愛知製鋼。これらの会社、やはりですね、事前にですね、トヨタから脱炭素をしっかり足元から取り組むように言われていたのでしょう。それぞれですね、脱炭素ビジョンを立ててきています。まず、デンソーから。デンソーはですね、このようにホームページ上に CO2 を出さないものづくりなんて当たり前でしょというですね、そういうページすら作っているレベルです。ちょっと挑戦的ですが、すごいですよね。で、実際のですね、脱炭素工程はこの通りです。2035年までに工場の CO2 排出、まあこれをですね、35% 減するという形になっています。こちらですね、先ほどのトヨタの年間 3% 減という数字に見事に整合する数字になっています。わかりやすい構図ですよね。かつ、4月7日には工場から排出される CO2 ゼロをですね、目指し、CO2 循環プラントを、まあ自社のですね、安城製作所電動開発センター内に建設し、まあ実証実験を開始するなど、すでにですね、具体的なステップを通り始めています。発表してからすぐにこういうアクションがあるというのは、事前にしっかり準備があってのこと。このあたりはですね、とりあえず目標を掲げて、後で実施を後回しにするのとは、企業体質が違うというのもですね、ここに見て取れます。さて、続いて愛信。愛信は、決算報告の時にロードマップを示してくれていますが、それがこちらです。2030年度の CO2 排出削減目標はこちらも 35% 減。デンソーと全く同じあたりに、やはりですね、事前調整の匂いがプンプンします。彼らがさらに好印象なのは、自社のですね、LINE の CO2 排出のみならず、ライフサイクルや電動化商品の売上の脱炭素目標も示したこと。ライフサイクルは先日のパナソニック同様ですね、なかなか達成が難しいところではあるのですが、こちらについても 25% と4分の1をですね、2030年までに減らすとしていて、これはこの時点ではいい目標です。かつ、電動化商品のところは 50% 削減。電動化のところもですね、しっかり加味して、自動車文脈での CO2 排出の削減ですね、こちらもアピールできているところもですね、好印象です。お次はですね、トヨタ自動織機。こちらはですね、第7次環境取り組みプランを今年の3月に策定しています。大目標としての2050年カーボンニュートラルはそもそもあるわけですが、中間目標年は2025年とですね、こちらを早めに設定です。25% のですね、CO2 排出削減というのがですね、この2025年というところをやってるんですけども、まあ、もし仮にですね、この2025年のですね、後の2026から2030の5年間の間にですね、この 3% 削減を続けると、実はですね、35% 削減を超えてくるというところもありですね、こちらもですね、実質2030年 35% 減と同期という形になってくるかというふうに思いますと、ここもですね、まあ、それ幸せのなせる技かなというふうに思います。はい、次のですね、トヨタ紡織はこちらです。こちらはですね、ロードマップ分かりやすくできてますよね。2025年が 25% と、こちらはですね、トヨタ自動織機と一緒で、2030年が 38% と、こちらもですね、分かりやすく、まあ、25% の後にですね、3% を上乗せしていくペースで計算をしてきました。かつ、ライフサイクルの脱炭素にも言及しているほか、どういった手法を用いていくのかについても述べています。再エネについては、これから流行るであろう PPA、こちらを入れてきています。こうしたことも総合するとですね、この会社はですね、トヨタ紡織、脱炭素としっかり向き合ってきているように見受けられ、好印象です。
さて、次は J テックと、数字だけ見るとですね、かなり野心的です。もうすでにですね、2013年比で単体でですね、2020年時点で 42% も削減できているからでしょう。これからの数字ですが、2030年に単体で2013年比 60%、連結で 50% 削減というふうにしています。そして2050年までのカーボンニュートラルに向けてのところも無理のない感じで計画。こんなにですね、早い段階から取り組んでいた企業もいたのかというですね、まあ、個人的にはいい意味での驚きがありました。はい。次はですね、トヨタ構成。彼らはですね、4月5日にターゲッツ 50&50 というですね、中間目標を発表。2025年に 25% というのは基準年が2015年と少し違いますが、数字自体はですね、自動食器それから暴食と一緒です。で、2030年には 50% 削減と、ここはですね、大きく勝負に出てきました。再エネ由来の電力利用を増やして減らすということで、こちらもですね、わかりやすい構図での CO2 排出削減となっています。さて、このですね、主要サプライ7社のうち一番苦しんでいるのが見えたのが愛知製鋼。まあそれはそうですよね。鉄を扱いますので、どうしてもですね、製造方法上 CO2 が出てしまいます。電力をですね、再エネに切り替える等では賄えない部分がある。まあそんな彼らの発表がこちらです。まあ電力多消費産業である当社には生産継続の危機と、まあこう書かれているわけですね。これすごい危機感ですよね。でも、それはそうだと思います。業態的にですね、これ脱炭素しろと言われたらめちゃくちゃ厳しいですよ。ただ彼らはですね、その中でもできることはやらないといけないとですね、リデュース、リユース、リサイクルのいわゆるですね、3R に加えて再エネのリニューアブルを加えた 4R で頑張ると書いてきています。そしてですね、リデュースのところもどうやって製鋼部門の効率を上げるのかの不信が見えます。もちろん電気を使う電炉の検討もここに入ってきますし、工程の改良についてもアイデアを絞ってきた感があります。リユースリサイクルのところ、このところはですね、具体的な CO2 排出量のですね、削減にも言及。再エネについては自社敷地内での再エネ導入をこのようにですね、検討してきていますと、まあ、7社見ていくとですね、まあ、どうしても業態的に厳しい愛知製鋼も一生懸命アイデアを出してきていますし、それ以外の主要サプライヤーはしっかりですね、今回のトヨタの親玉のですね、一番大元となるそのトップのサプライチェーンのところの指示、この 3% 削減の発表の前に、まあ、準備をですね、しっかりしてきて、その目標に沿ってですね、行動できるような支度が整っているのがわかります。これはですね、3% 削減を積み上げて、本当にですね、まあ、2030年段階で、トヨタがサプライチェーンのところで、脱炭素化をしっかり進めた結果報告をしている絵姿が、もうですね、この時点から、もう想像できちゃいますよね。見えてきますよね。まあ、なんだかんだですよ。脱炭素に、まあ、水をかけながらですね、それでもこのようにしっかり、ちゃんとですね、ちゃんと堅実に取り組むところに、やはりですね、トヨタの強みがあるように思えた、そのような分析となりました。さて、サプライヤーのところの分析は以上なのですが、EV 文脈でニュースが入ってきたので、合わせてお伝えをいたしましょう。3、北米市場での EV 生産のニュースのお届けです。こちらですね、ブルームバーグが報じたものになりますが、今北米では、先日ですね、バイデン大統領のスピーチを分析させていただいた通り、メイドインアメリカというところのこだわりが、特に車では強くなってきています。そして、フォードのピックアップ仕様の EV が売れ行き好調ということもあり、EV シフトもですね、まあ北米市場でかなり見えてきたところも、まあ予見性としてあります。そうしたこともですね、踏まえ、まあトヨタ自動車はですね、アメリカの消費者の EV への需要が持続的に拡大する場合には、米国のですね、既存工場ないし、新工場に生産を移転する可能性を検討するとですね、北米統括会社トヨタモーターノースアメリカのボブ・カーター上級副社長がですね、まあ語ったとのことなんです。まあこのあたりですね、トヨタは先日 BEV のラインナップの拡充にも触れてきましたし、やはりですね、北米市場を射程に入れるのであれば BV 化という心、ここがですね、見えてきたのではないかというふうに思います。まあ、引き続きですね、トヨタの動向は注目ですね。まあ、いずれにしてもですね、まあ、今日前半でですね、サプライチェーンのお話をさせていただきましたが、ここですね、私ちょっと一言ちょっと言いたいなと思うのはですね、その、例えばいろんな企業は目標を立てるんですよ。で、それをですね、例えばアップルなんかは、やっていきますよと目標を立てた上に、もうですね、やれという形で要求を出すわけです。で、その時にですね、もらっちゃった企業たちは困っちゃうわけですよ、その要求を。一方、このトヨタみたいにしっかりですね、ちゃんと、そのサプライヤーのところもですね、しっかり面倒を見てですね、彼らの準備が整ってから、その整合がですね、できた目標というのを掲げる。これちゃんと目標をやっていくぞというところもそうですし、サプライチェーンの配慮も含めてですね、脱炭素をちゃんと面倒を見れてる企業、これですね、ないですよ。これですね、僕すごいなと思いました。トヨタの力ですね、これちょっと、この動画の中でですね、伝えてきれてるかどうかわからないんですが、ここまでしっかりですね、ちゃんとですね、本当にその傘下にいるところも含めて面倒を見る。脱炭素時代、みんなで
生きていこうという姿勢を示している企業なんてなかなかないなと思ったところに、ちょっとですね、私これまでですねトヨタのところ、まあ、厳しめに言ってきたところもあるんですよ。正直 BEV の取り組みもですねあんま強くないとかいうところも正直あって、手遅れレクサスのですねラインナップ、今のところ BEV のやつはうーんと思う内容だったとか、そういうのもあって厳しめに言ってきたんですが、少なくともですねこのサプライチェーンの脱炭素のところのこのですね取り組み、これはですねすごいなというふうに思いました。ということで今日はこの一言でまとめたいというふうに思います。トヨタサプライチェーンの脱炭素化、お手本のような周到準備に敬意を表したい。はい。まあですね、今日はですね、日経の報道からですね、まあ私はいろいろ各社のところを見させていただいて分析をして、トヨタすごいなというところをですね、自分もですね、分析をしながら気づいたところがありますし、それをですね、皆様にお伝えできたかなというふうに思います。まあこれをですね、面白いと思った方、参考になったなという方ですね、ぜひですね、チャンネル登録、それからですね、高評価の方をいただければというふうに思いますし、まあタイムに、今日もですね、タイムな情報のお届けになりましたけれども、そしたらですね、タイムな情報のお届けの観点から通知をオンにしていただけるとですね、いいかなというふうに思います。まあですね、こういうですね、プライチェーンを通じたですね、脱炭素化の進展っていうのは本当に裾野までですね脱炭素が進んでいくというところもありますし、ただ一方です、じゃあどうしたらいいんだっていうところもですね、まあ企業によっては出てくるわけですよ。戸惑いも出てくるところ出てくると思います。そうした時にはですね、このチャンネルがですね参考になるようなそういう情報をですね引き続きお届けしていきたいというふうに思います。それでは最後の4つ、また次回。